そう、他の人の失敗も僕は聞きたい。たくさん成功してそう。ユースケ先生。たくさん成功してそう。何その雑な。怒られたっていう怖さとかよりも自分情けないなみたいな、しょうもない仕事してんだっていう悲しくなった時期。ちょっと待って、失敗なんだね、これ。失敗だ。今回、視聴者限定で無料で転職相談乗れる機会を提供いたします。ぜひですね、概要欄の方から応募してみてください。数には限りがありますので、お早めに。皆様の挑戦お待ちしております。皆さんこんにちは、トップショーのコウキです。ユウスケです。オサです。アスケです。はい、というわけで、本日の曲は日本生命失敗談参戦よっというわけでですね、前回僕の方がテンション高いね。アスケちゃんの、失敗談参戦みたいなことをやって、簡単に言うといろんなものを壊しましたみたいな話をしたんですが、ちょっと他の人の失敗も僕は聞きたいということで、なるほど、今回はたくさん成功してそうなユウスケ大先生に、いやー一般女子先生にたくさん成功してそうな何その雑な。ひどいな。コピーのプロ違います。コピー、紙のコピーのプロ、ユウスケ先輩にちょっと日本生命時代のお話を、はい、生命業界トップ、はい、そうですね、やっぱりでも、ね、保険結構怖いですよね、うん、もう社内でも情報事故っていう言葉が定着するぐらい、やっぱ個人情報をかなり扱ってるんで、1年目から結構そこだけは、情報事故だけはやんないよぐらいの情報事故、日経大手、ね、そうですね。というわけで、本日はテロップ用意してもらってるんですが、はい、まあ、トップ3ランキング形式でご紹介させてもらって、はい、話を伺いたい。ちょっとやりがそうですね、こう、こうすればよかったんじゃないとか、そういうご意見いただければね、完成かな。チクチク言っちゃってよね。はい、では早速、第3位からお願いします。じゃあ、早速、どんなの失敗してんじゃねえよ。じゃあ、もう一回いきます。いや、もう別にいいんだけど。じゃあ、第3位、第3位、ドン。じゃん。これ、もう一言で言うと、情報事項の部類なんで、早速、うん、さっきも振り合ったのね。危ないやつを一番やっちゃいけない。結論からいくと、その本当に紛失はしてないんで、本当に紛失したら、これ多分ニュースになってる。ちっちゃく紛失しそうになった事件だと。そう実際はしてないです。でも結構危なかったという話で、ちょっと事件の概要だけお伝えすると、まあ、前提、日本生命は結構、まだ当時オフラインの営業をかなりやっていて、保険の提案書を持ってお客さんをお宅に行くっていう活動をしてます、ね。なので、作ったプランを結構一人当たり10個ぐらいプランですね。コピーで全部印刷して、印刷が本当にコピーするんだ。本当に提案書っていう書類を持っていくんですよ。まあでもそうだよね、当時は。そうですね。で、それをこう、まあ僕も1年目こう提案書でせっせとやってたら、コピー機に行っても僕の提案書がないんだ。印刷した味のものがない、ね、めっちゃ青ざめ、まずそこで青ざめます。やばい、なんか悪い報告を早くしろって言われるじゃん、ね、言われるんで、営業所みたいなところ、ボスの女性の方に、部長に、ちょっと提案書がなくてって言って、コピーしたやつね。うん、そしたらもう結構もう、うん、そこでやっぱりこう管理職の方スイッチ入るんですよ。うん、マジで、みんなマジで作業全部止めてる。周りの人も。もう営業職結構50人ぐらいいるんで、おもうそこから一人外出して提案書持ってっちゃったら、まあ違う人に渡したりしちゃうわけじゃない。うん、僕のせいで全営業が止まってるみたいな。やばいね。冷や汗が。そう、めちゃくちゃ怒られたっていう話ですね。だけど見つかったの。そうですね。これ、うん、結論が、コピー機の不具合でそもそも出されてなかった。ああ、じゃあ結構早く落ちちゃったのね。そうですね。うん、なんか僕のパソコンの上では印刷したことになってるんですけど。そうねえよ、ピアノさん。そう。まあ、でもなんか、ユウスケの良さが出てるというか、報告は早くしなきゃっていうのは、多分確認するのもなく、そうですね、速攻でボスとか言って。めっちゃ。コピー機結構、いや、地味に苦労するからね。そうなんですよ。いや、コピー機地味に難しいですよね。最初。新人のコピー機に自分のパソコンから伝送して、プリントアウトして、そうなんですよ、ね。そこに、まあ、印刷したものが盗まれたと思ったと。違う営業職員さんが持ってっちゃってたら、まずい。同じところで印刷してるから、割とね、営業部隊はね、大企業あるんですよ。なので、すいません、経理なんですよ。印刷したらすぐ取るけどね。そうなんですよ。なんかルールとしてはおささんのおっしゃるように、うん、印刷したら必ず一部ずつ取り行けっていうルールなんですよ。でも面倒くさいんで、おいやっぱり人そういうとこだぞとか言って一枚一枚取りしてたらね、こっちは時間ないからね。じゃあそれ生産的じゃないなみたいな思って、それやったらちょっとやっぱラグがあった分、もしかしたら他の人持ってっちゃうかなみたいになって、やばかったっていう話なんですけど、学びとしてはやっぱりそのメリハリつけて丁寧に基本通りにやった方がいいなっていうのはすごく勉強になったっていう話です。はい、ノータンつけないとね。そう、いや、なんかここはね、ぜひシビアにやっていただきたい。これは経営者目線から。やっぱね、 B2C 事業やってる会社の社長としては個人情報保護って何よりも大事だと思って、そうです。毎回ちゃんとコピー取りに行ったとかしないですけどね、弊社では。弊社ペーパーレスというか、ペーパーゼロですから。ペーパーゼロ、大企業あるある、紛失で大事になる。怖いですよね。ありがとうございます。じゃあ次、第2
に行きますか。第2位はドン、営業部長事件。どういう事件かというと、支社でこう毎週営業所の数字を報告する会議があって、支社っていうのはその営業所を束ねてるより上のレイヤー、そこでこう営業部長が数字を取りまとめてこういう達成計画っていうのを報告する会議があるんですけど、あの営業部長からお前もまあせっかく1年目で配属されてるんだし、その数字全部こうまとめられるようになって準備しておきなよっていう話だった。まあただこう前日になってました、僕全然数字が本当に覚えられない。努力はしたけど、努力はしたんです。別に記憶力ないなとは思ってなかったんですけど、結構な項目があって、あと何件で達成みたいなこと全然覚えられない。その前日にお前それ大丈夫、ちゃんと仕事になってないよみたいなことを言われたっていう感じね。怒られたっていう怖さとかよりも割とこう、わ自分情けないなみたいな、こうしょうもない仕事してんだっていうところでちょっと悲しくなった事件ですね。これ本当なんか営業やってる人だったら割と経験してる人多いんじゃないかな、これもあったのよ、当社の仕事。そうそう、なんか最初やっぱりこうまず同行とかさ、同席とか見本見せてもらうところから始まるんだけど、ただなんかやりがちなのが何も準備せずにその場で学ぼうとするみたいな、でも上司からするとちゃうちゃう、ちゃんと事前準備して前提把握して数字も頭に入れた上で聞かないと吸収できないだろうと思うのが当たり前なの。こういう偉い方と同席するときに、まあユースケの場合努力してるからまだマシというかね、やってるんだけど、まあそれでもやっぱり入ってないっていうのは、まあ結果すべてっていう意味でいくと、まあまず参加する態度になってないことだとは思う。そうですね。会議で上の人が見に来るとファシリテーションやって練習でみたいな、全然準備できなくて場始めされて、あるよ。そうですね。僕なりになんでこんな覚えられないんだろう、もしくはこうなんでこの部長の人たちはこんな数字を細かく覚えられるんだろうって結構考えたんですけど、なんでかなって思ったんですけど、やっぱり責任感の違いだなっていうのが結論、行き着いた結論でして、週一の報告とかで結構やっぱ日生って営業の会社なんで、こう支社長からこう数字に関してはかなり厳しく言われるわけです、これ足りてないけどどうなの、達成できるのどうやってみたいなところ、数字が入ってないって論外じゃないですか。そういうところでやっぱもう緊張感ある分、自然と勝手に覚える、そういうところでやっぱ責任感を持つっていうのはこうなんすか、ね、能力に勝るこう大事さなんだなってすごい思いました。当事者意識足りてないんじゃないですか。そう、まさにそこなんですよね。なんかハウの部分じゃないですよね、根本のこう心持ちというか。自分がその立場だったらやっぱりなんすか、ね、数字を覚えるだけじゃなくてそこをどうするかが肝なわけじゃない、なので多分大前提になって覚えられると思います。かの森岡さんは、あ、出た出た。もうなんかうち森岡さんの会社菅野森岡さんがおっしゃってたのは、その今結局その責任感があるなしで覚えられる覚えられないっていう話ありましたけど、営業部長がなぜ、その場でそういうふうな数字感をきちんと捉えられたかというと、今回視聴者限定で無料で転職相談乗れる機会を提供いたします。ぜひですね、概要欄の方から応募してみてください。数には限りがありますので、お早めに皆様の挑戦お待ちしております。その日生さんという組織の中における明確な人間の本能本質をくすぐる仕掛けがそこにあったんだと思って、お深い。そう、森岡かの森岡さんが言ってるのは、あの人間の本質って自己防衛自己保存っていう言葉を当てて説明していて、要は自分って恥かきたくないんだよね、人前に出された時に挙動不審になったり、なんかしょうもないこと言ったらバカにされるって思っちゃうから、きちんと自己防衛自己保存するために、準備を入念にするとか、で森岡さんから言わせると、会議っていうのは働かせるための儀式みたいな、厳しい言い方しますね。そういう厳しいことを言ってらっしゃって、でもそれ結構本質なんだよね。そうだから多分ユウスケはその場にいても別になんかさらされるわけでも何でもないから、そこはもちろん責任がないっていうのもあったんだけど、そもそも自分はそこに守るべきものが何もないから覚えられなかった。クソわかるな、クソわかるな。ユウスケがプレゼンの機会が少しでもあったら、多分そのパートの数字は頭入っただろう。そうですよね、まだお客さんというか受け身だったんですよね。なるほど、こんな事件でした。じゃあ次、ハイアール第1いきますか。はい、じゃあ予算達成ムービー事件。ムービー、ちょっと楽しそうですね。タイトル的には予算達成っていいことだもんね。予算達成、そうですね、支社でこう1年間の予算が決まってて、それを達成した時に作るムービーで、結構やっぱり営業の会社なんで、こう毎月毎月の終わりもそうですし、毎年の終わりとかはもうなんかバーって保険の件数壁にバー張り出して、あと何件みたいな、みんなそわそわしてる、まあ、それを達成した後に1年間のこう全営業所全所頑張りをなんかムービーにしようみたいな。だって僕らもさっき言ったように営業所配属されて普通に営業してるんですよ、ムービー1本作るんですかみたいな感じなんですよ。多いってこと。そうそう、アドビ触れるわけでもないですし、本当にエクセルぐらいしか勉強させてもらってない。あの、まあ、労働時間が単純にヤバかった。あ、どういう話。なんでこれ1位に乗ってきた話。理由がまだある、まだある、びっくりした、びっくりした、終わりかと思った。結論からいくと、あのやっぱり結構楽しかったんですよ、事件なんです。ちょっと待って、失敗なんだね、これ失敗だ。楽しかった。結構最後ポジティブに持ってきた。楽しい思い出だな、これ。これ、そうですね、死んだけど思い出話をするかいなって。ムービー作るの楽しいなってこと。ムービーは楽しかったけど、楽しい事件。
んだよそれ一体。これちょっとハッピーエンドでいいですか。ハッピーエンドいいよ。いいよ。一回聞いてみる。まあ一回落ちまで。落ちまで。もう一回聞いたんだけど。もう終わりか終わりか。そうですね。だからもう、うん、労働時間的にはこう1年間で最もしんどかった時期ですから、うん。そういう意味でちょっと事件にしてるんですけど。これしんどかったのかね。これしんどかったですけど。でもね気持ちわかるよ、うん。あのムービー作るのすごい大変だよねっていうのは、うん、あの僕も一応商社で働きながら YouTuber やってたがゆえに、うん、社内の中で送別会があるごとに、うん、幼い君ちょっと動画作ってくれないみたいな。確かに言われそう。できるよ、ね、その依頼死ぬほど来るのよ。そのために YouTube やってんでしょぐらいの勢いで。そう、ね、で作り続けた。だからまあ家に帰ってもう夜通し徹夜で作り続けるみたいな。はしょれないですね動画編集。しかもさ白けんじゃん面白くないムービーだ、うん、そうだね。責任重大。メインイベントじゃないけど、これ外注したら数十万いくよみたいなぐらいの。なるほどね。尺の長さ。そう、しかも我々アドビとか触れないで何で作ってるか。パワポで動画をめっちゃ編集して。マジスライドショーとかでめっちゃスライドなんかコマ送り漫画みたいなことしてたんですよ。一人やってたの。それを同期5人でやった。結構大掛かりね。結果は全営業所か一斉配信するっていう、翌朝のなんか4時とか5時に朝集まってやっと完成しました。直前に徹夜だ。もう徹夜って感じで。好評だったんだ。それはもう好評でしたね。さすがにどこに失敗要素があったか分からない失敗ではないですけど、しんどかったのもいない。めちゃくちゃ体力的にしんどかった、まあ、あるあるではあるね、うん、あるあるっていうか、なんか企業の1年目とかって、うん、なんか仕事できない分こういうとこでなんか、うん、そう活躍するとかね。バリュー発揮する飲み会の予約とか、あるある、そうそう、顔覚えてもらったりとかね、楽しみ、うん、このあのムービー作ったのお前かみたいな。そうですね、あの子できるね、あの子できるね、そうムービーのユウスケみたいな。そうなっちゃうとまた振られるんですよ。大阪はまさにそうだった。伝えたい内容、第1位だ。あ、伝えたいこと、伝えたいメッセージ、伝えたいメッセージがある。伝えたいメッセージがある。大事。そう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 。自己保存。やっぱりしんどかったんですけど。しんどかったね。うん。しんどかったんですけど、やっぱりこう普段営業所に散ってる同期が集まって、うんうん、皆さんの頑張りを動画に収めるっていうこの作業はなんかもうどことなくやりがいがあって、うん、そういうのも昨今ホワイトがいいとかブラックダメって言うんですけど、そういうのがやっぱり働く上では大事たいなと思ったという願いも込めて1位でした。あんまり頭に入ってない。ムービー。が楽しかったと。それぐらい強烈だったんだ。しんどかった。しんどいこともやっぱやりがいがあることであれば楽しめるんじゃないかということですね。ユースプロのねムービー楽しみだね今度。楽しみだね。もっと役割が決まった。プロが。ムービー担当。プロがいくらでもいる。ムービー担当。コマ送り。パワポで。編集者いっぱいいるけど。調査一人で。適任が持ってるから。数十人の編集者を差し置いて。ユウスケが自ら。改めて第3位が。第3位が提案書。これが一番ヤバかった感じ。確かに。間違いない。これが一位だった。徐々に事件性。間違いない。っていうのが3、2、1で、はい、最終的にはムービーが大変だったっていう。ちょっとハッピーエンドになっちゃう。ユウスケらしくていいんじゃないですか。まあ今後の役割も決まったことだし、まあ、ぜひね、あの弊社では今新しい社員の方を募集しておりますので、ユウスケさんと一緒に唐突すぎてムービー編集者募集してる。ムービー編集者ムービーをあの一緒に作りたいという方はあの募集しております。足りてる。確かに本当に欲しい方はその方からお願いします。ちょっとムービーはユウスケに任せるんで、ユウスケの代わりに営業やってくれる方とかちょっと募集したいなって。幹部張れる方とか。そうね、そうね。まあ真面目に言うと本当に今本当に人が足りなくてですね、あの具体的にはキャリア支援の授業とスキル授業もやってるんで、まあ、双方人が足りてないという状況なので、うん、詳しくは概要欄見てもらえればと思うんですけど、まあ、ぜひぜひ応募お待ちしてますっていうですね、はい、あとキャリア相談も今無料で引き受けております。現職の悩みがある方とですね、自分の人生の選択肢を広げたい方、ぜひ概要欄から応募いただければ今なら無料で受けておりますので、ぜひぜひご応募くださいませと。はい、感じですかね。ありがとうございます、はい、というわけで、まあ、次回は長さんかな、鈴木さんかな、失敗談が聞けるかなと思うんで、2人完璧そうに見えるけど、実はきっと失敗したことあるわけねえだろ。というわけで以上にしたいと思います。またお会いしましょう。戦略戦、バイバイ。バイバイ。今回視聴者限定で無料で転職相談乗れる機会を提供いたします。大手からベンチャーまで幅広く300名以上支援実績のある優秀なコーチングスタッフが担当いたします。20代から30代で転職に挑戦してみたい皆様が対象になっております。転職活動の進め方がわからない、現職にモヤモヤしている、転職に興味あるんだけど自分のスキルに自信がない、このチャンネルに出てくるゲストみたいなキャリアが歩みたい、こういった思いや悩みを抱えている皆様はぜひですね、概要欄の方から応募してみてください。数には限りがありますので、お早めに皆様の挑戦お待ちしております。